木村病木村、SDGs 病理組織像、HE 染色。木村病木村、SDGs 病理組織像、HE 染色強拡大。著しい抗酸球の新順が観察される。木村病は、南部抗酸球肉が主症とも呼ばれ、無痛性で良性の皮膚腫瘍の一つである。発生は少なく、症例報告は多いが原因はわかっていない。 若年者に多いのが特徴でほとんどが20歳未満である。若い男性に多い。アジア、特に日本に多い。1909年に片山久ラインが最初に報告し、1948年、本病名の由来である木村哲次らが報告した。さらに1959年、飯塚坂園により木村氏病として提唱されたことで、 世界で初めて疾患として確立された。綿ぬ絆が仮に命名した南部高山牛肉が首相という名称については異論もあるという。宮津根オラ、郊外に発生した南部高山牛肉画種の一例日本、高校外科学会雑誌ボリューム45ナンバー 8P527 から529、谷光則明、久幸敦志、長沢雅。 木村病の一例時尾、陰講家展望ボリューム45、ナンバー 5P373 から380、西村正人ほか木村病の二小例時尾、陰講家展望ボリューム37、ナンバー 6P663 から670、ありがとうございます。